今日のマーティー。はい、じゃあ出るかマーティー。はい、おいで。イエーイ。パパの部屋大丈夫だった？あー、かわいいな、マイカルさん。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。俺にくれよ、これ、マーティー。マーティー、気に入ってんの、これ。気に入ってんのか。はい、じゃあマーティー君、今日の本編行きましょう。はい、こんにちは。まやチャンネルまやはらです。はい、今日はこちらで遊んでみたいと思います。はい、ピカチンキットふりかけメーカーです。ピカチンキットってアニメでもやってて、空港でも連載してるやつで。ああ、そうなんですね。うん、これはお菓子をふりかけにするための道具。道具だね。うん、なるほどね。じゃあ作って、今回はですね、いろんなポテチちょっと買ってきたので、うん、それで美味しいご飯が食べられるか試してみましょう。はい、完成したね、ふりかけメーカーだ。はい、ふりかけメーカー、えしんくん作ってくれたけど、すぐできたね。うん、うん、簡単でしたね。この中にポテチとかお菓子を入れて、で、閉めて、これを押し込んで、で、ぐるぐる回す。うん、そう、ズルズルして、これで砕くの。で、振れば完成。こうやってかけるわけだね。そう。それで今回、これふりかけ作るためのお菓子ちょっと買ってみました。おー、でまずはポテトチップの海苔塩味、すごい、これ絶対美味しいと思う。うん、ポテトチップコンソメパンチ、リッチポテトっていうののバーベキュー味、それとプリングルスのチーズグラタン、あとはカッパエビシナちっちゃいやつね。うん、あとチキンラーメンね、うん、お椀で作るちっちゃいやつ、あとね、他にもこれはね、ポテチに付け足して美味しくなるかなと思うやつをちょっとパパが考えて買ってきましたんで、はい、これ楽しみにしててください。はい、じゃあ早速作ってみよう。はい、じゃあ洗ってきました。そしてご飯も用意しましたんで、早速まずはコンソメパンチからいこうか。はい、はい、じゃあ開けるよ。どれくらい必要なんだろう。あ、入る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 。じゃあとりあえず2つぐらい入れよう。はい、じゃあやってみてください。はい、どう、出てる？出てる出てる。あ、出てんね。すごいすごいすごい。はい、はい、じゃあ今度パパの方にお願いします。はい、ちょっとご飯に近いかな、じゃあ。はい、かな。うん、じゃあまずこれでいただいてみましょう。いただきます。はい、美味しいかな。美味しいんじゃないの。美味しそうだよね。いただきます。いただきます。うんうん、え、おいしい。美味しいね。うん、あ、でもなんか物足りない。なんか物足りない。味が濃いポテチの方がいいのかな。そうだね。うん、でこのコンソメパンチ、もうちょっとデラックスにするためにこれ買ってきました。オニオンコンソメスープね。すごい。うん、ここに作ってありますんで、うん、これをこのスプーンの上に乗っけるでしょ。うん、スープに浸して食べてみよう。うん、こんな感じ。おお、いただきます。うん、これはうまい。これはうまい。っっめっちゃうまい。ちょっと浸して。はいはい、これで。うん、うん、うまい。これうまいね。これうまい。ちょうどこのコンソメの、このコンソメポテチのカリカリが残っててね。うん、これやばい。これやばいやばい。これすっごいうまい。いやーやばい。これうまい。いきなり。うん、いきなりすごい優勝候補。はい、じゃあ続いてこの海苔塩でやってみましょう。これはね、うまいと思うよ。うん、うん、これね、味濃いから多分うまいと思う。これとご飯でも合うと思う。うん、出てきた。これはね、もともと海苔が入ってくからね。うん、あ、すごい。はい、じゃあいただきます。いただきます。海苔塩のやつはうまいと思う。これ本当のふりかけっぽいんじゃないかな。あれ、あれ、これも味が足んないな。ん、なんかうまいよ。でもうまい。うん、うん、なるほど。じゃあ海苔塩なんで和風ということで、このかっぱえびせんをプラスしてみようか。お、あと、焼きあごだし、うん、だしをちょっとご飯にかけて食べてみよう。なるほど、かっぱえびせん。はい、じゃあ海苔塩ポテトチップの上にえびせん、うん、でその上にさらにあごだし乗せてみました。うん、絶対うまいでしょ。はい、いただきます。はい、ちょっとかっぱえびせんが予想以上に粉々になっちゃったけどね。うん、うまっ。うまい。これうまい。うまい。うまい。はい、これうまい。あ、あごだしがすごいいい決め手になってる。
やっべこれめっちゃうまい。うん、やっべこれは傑作だ。やばい、すげえいいのできちゃった。うん、うん、やばい。これさっきのコンソメよりはるかにうまい。うん、中が汚くなっちゃったんで洗ってきます。はい、ついでにおかわりも持ってくるよ。はい、はい、じゃあ次はこのチキンラーメンいきましょうか。これ、これね。で、これ火薬も入ってみたいなんで、火薬ももうこうかけちゃってみようか。うん、うん、おお。はい、じゃあパパの方お願いします。ああ、いいねいいね。結構細かくなって出てくるね。ラーメンふりかけだね、これね。じゃあ火薬もちょっと入れてみようか。あ、彩りが、あ、そうか。火薬はこれさすがに色ふやかさないとダメか。そうだね。じゃあチキンラーメンふりかけいただきます。はい、いただきます。うん、おいしい。うん、チキンラーメンふりかけおいしいかも。あとから来るな。うん、このやっぱり舌でチキンラーメンが溶けてで、スープの味が来る。いや、ごめん、これにちょっと顎だし最強顎だし、うん、これをかけたら多分やばいんじゃないかな。やばいでしょうね。うまい、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 うまい。続いてはこちら、豊かなコクとうまみ濃厚リッチポテトバーベキュー味。なるほど。はい、これを砕いて食べたいと思います。はい、あ、出てきた出てきた。あー、うん、いい感じ、いい感じ。はい、じゃあパパもこんな感じで出ました。うん、はい、じゃあいただきます。はい、はい、これも美味しいんじゃない。結構濃いの、濃い味だからね。美味しい。うん、あ、なんとなくコンソメの濃いやつって感じだね。うん、じゃあこれバーベキュー味なんで、うん、これを加えましょう。お、コンビーフ。なるほど明治屋のコンビーフ。うん、おお、ありがとう。じゃあいただきます。じゃあコンビーフを加えて食べてみましょうね。うん、はい、いただきます。どうかな。美味しい。うん、ちょっとだけ濃厚になるかな。うん、肉々しくてね。なんか美味しいよこれ。はい、じゃあ最後はこちらでいきましょう。うん、プリングルスのチーズグラタン味。なるほど。うん、でこれはいきなり最初から一手間加えていい。うん、これ砕いたやつの上にこのとろけるミックスチーズをかけてレンジでチンしちゃいます。うん、ちょっとドリア風にしたいと思います。あ、なるほど、はい、絶対うまいと思う。うまいだろうね。うん、やってみよう。チーズチーズってうまいでしょ。もはやふりかけじゃない。はい、じゃあいくよ。お、じゃあこの上にチーズをかけますね。はい、わお、わお。これでもうちょっと入れておく。うん、これでちょっとチンしてこようか。はい、ということでレンジで10秒ぐらいチンしてきました。うん、もう溶けた ね。 そうだね。じゃあいただいてみようか。はい、はい、じゃあいただきま す。さあ、これも楽しみだな。熱いから気をつけてね。うまっ、うまい。うん、おいしい。チーズのとこ食べてないでしょ。よいしょ。ではうん、うまっ、うまい。なるほど、これはチーズグラタンでやったけどピザポテトでやったらうまいかも。うん、ねえ、うん、ということで5種類のふりかけ試してみたんだけれども、うん、どれが一番美味しかった。やっぱ海苔塩とあごだしとかっぱえびせん。あー、これ美味しいね。めっちゃ美味しい。パパ一番美味しかったのはあごだしです。あごだし、あごだし、あごだしだけ。だけこれでいい、もうこれだけでいい。このチキンラーメンとあごだし、うん、そういうのも海苔塩とあごだし、全部のとあごだし合うんじゃない。あごだしが合う、あごだしがうまい、うん、ということでした。面白かったね。うん、このピカチンキットのふりかけメーカーはね、すごい。まあこれだ、これじゃなくても普通に何ビニール袋、うん、とかにポテチ入れてこう粉々にしてね、ふりかけにしてかけて食べてもいいし、うんうん、別にこれにこだわる必要はないんだけど、だから これだとね、ちょっと固まってるとこもあるからいいよね。そうそう、こうやってねサカ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 回して粉々にできるからね。うん、最強のふりかけ決まったね。うん、
海苔塩かっぱえびせんあごだし、この組み合わせがめっちゃうまいです、はい、ぜひ気になった方はやってみてください、はいはい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッドライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回以上でございます。バイバーイ。